人生は変えられる石井隆です。今すぐに人生を変えたい、もう待てないという方は無料 LINE 講座、あなたの人生が変わるスイートスポット理論をぜひご登録ください。登録いただくと感動の生原稿スイートスポット理論もプレゼントできます。今回は人が成功できないのは他のことをしているからだというテーマでお届けしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あなたが成功できない理由、それはね、他のことをしているからです。そうなんです。余計なことをしているんです。例えばね、あなたがエジソンだったとしても、発明してたら成功できますよ。でもずっとゴルフしてたら成功できますかね。ずっとバドミントンしてたら成功できますかね。多分成功できないと思います。あなたがアインシュタインだったとしても、物理学に集中したら成功できますよ。でもずっと野球してたりとか、ずっと野球観戦してたりとか、ずっとスマホいじってたりとか、そのアインシュタインの時代にスマホないですけど、関係ないことをしていたら成功できないわけですよ。だからあなたは成功できない人なんじゃないんです。そうですよね。関係ないことをしている、余計なことをしている、だから成功できないっていうだけなんですよ。ピカソも6万点の絵を描いたというふうに言われています。6万点ですから1日3点描いていくぐらいのねペースなわけですよ。でも絵を描くとか自分の芸術活動に集中したからピカソは偉大なことを成し遂げたわけであって、他のことをしていたら成し遂げることはできなかったわけです。だからあなたも余計なことをせずに一つのことに集中する。それがね、じゃあ何に集中するのっていうと、それはこれをやれば成功するというスイートスポットに集中することが重要なので、この選択と集中本当に重要です。なんですが本当にびっくりするほど多くの人が他のことをやっているので成功できていないというのが今の世の中ですので、ぜひあなたはスイートスポットを見つけていただきたいなと思っています。今回の動画が良かったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。